では、狩野選手、せっかくこうやってオンラインファン感謝祭スタートしていきますので、はい、開会の挨拶をね、誰か代表でいただきたいなと思うんですが、はいはいはい。誰にしましょうか。じゃあ、はい。ナンバー13。ここしかないということで、背番号13番、はい、中村選手。はい。オンライン感謝祭。開会の挨拶をお願いいたします、はい、これより、オンライン感謝祭始めたいと思います、皆さん短い時間ですけれど、楽しんで盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。全く面白くない挨拶でしたけれども良かったと思います。皆さんこんにちは。こんにちは。さあ、今から第1クォーターでございますけども、第1クォーターは、レックス応援隊ファミリーレストランが担当させていただきます。よろしくお願いします。いらっしゃっせー。よろしくお願いします。狩野選手かな、今いらっしゃっせー言ってくれたと思うんですけども。ありがとうございます。はい、みんなも言うてほしいな。一人ずついらっしゃっせーお願いします。ちょっとお願いしますよ。狩野選手。いらっしゃっせー。ありがとう。中村選手。いらっしゃせー。嬉しい嬉しい嬉しい。アラオ選手、いらっしゃいやせー。ありがとうございます。いや、ちょっとちゃうけどね。そしてカリノ選手、いらっしゃせー。いらっしゃせー。あ、うまい、うまい、さすがうまい。何年も聞いてるだけ。高市選手、用意できましたか。いらっしゃせー。できてない。どうした。何がありました。あ、高橋選手のいらっしゃせ待ってますけど、いけますか。いらっしゃせ。ちょっといけないです。まあいいや。ちょっともう次行きましょう。この第一クォーターはですね、イワングランプリ開催。イエーイ。アラオ選手。はい。アラオ選手のなんかあのボス感がすごいんですけど。はい。あ、すいません。いやなので。どんどんちょっとした感じが。すいません。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、はい、そしてあの最終的に見事グランプリに輝いた選手には素敵なプレゼントがございますので、ぜひ皆さん頑張って E1 グランプリ目指していただきたいと思います。待ってください。皆さんのお家で一番可愛いものを出してください。あら、これ楽しみやね。狩本選手のお家で一番可愛いものを出してください。僕からですか。僕はこの子です。あ、かわいい。うわ、ワンちゃん。ずるい。ずるいな。ずるいぞ。犬種は、犬種は？チワワです。チワワ。今、テオ君が着ている服は、狩本選手のお下がりですか？これは僕が小学生の頃に着てた。乗るな、乗るな。乗りがいい。乗りがいいね。はい、あの、めちゃめちゃ。めちゃ可愛い可愛いって言うてコメント来てますね。いや、それはね。ありがとうございます。反則技やわ、はい、中村選手の。じゃあ可愛いもん出してください。あの USJ にいた時にあの買ったやつです。ああ、ちょっと USJ です。かぶって、かぶって、セサミストリートや。かぶってください。こんな感じです。あ、可愛いやん。さすがやね。分かってる。自分を可愛く見せる方法分かってるね。そう。高橋選手。すいません、僕ちょっと引っ越しで、うん、物がなくて、うん、何もないです。巻いて巻いて、もうええ、もうええ。もう巻いて巻いて。高橋選手、あの、今のところ、あなた何一つ仕事してない。すいません。次、アラオ選手。はい、はい、行きます、行きます。選手の一番可愛いの出してください。移動しました、移動しました。お、移動して一番可愛い、お、大きいやん。あ、何これ。トマトです。あー、プチトマト。デザイエンや。この自粛期間中に始めたトマト。うわ、意外。彼の選手の一番可愛いのは、うわ、あ、可愛い。この靴は息子です。うわー。あー、なるほど。まあ、柄物の靴が僕好きなので。うん、今は、あの、皆さんの可愛いものを出していただいて、それぞれの個性が出ておりましたけども。はい、下林さん。はい。あの、コメントたくさん来てるんですけども、中村選手、そのまま被っといてって。うん。
あ、いいですね。そのままでお願いします。はい。次のお題は、はい、家で一番ダサいもの。カリノ選手。はい、僕はダサいものは家に基本置かないんで。え、なんなん、はい、ハリウッドや思てんの僕。ダサいもんはないと。ない。あ、じゃあ続いて、荒尾選手。これちょっと怒られるかなと思って。何何？ん？ちょっと。某マスク大丈夫いやもう大丈夫です、ちょっとやめてください。ああ、そうです、今ので、はい、今ので分かりました。さい、じゃあ、はい、高橋選手、ダサいものは？ダサいものもないですよね。そんなことあんのかこのゲームで。 なんやほんま。ほんなら次、中村選手。はい、僕はこの筆箱です。お、何それ、よくわかんない色の筆箱です。狩俣選手。いやー、ほんとダサいもの家に置いてないんですけど、うん、はい、ちょっとこうやって使う、うん、あのアイマスクですね。はい、アイマスク、なんかえらい太くないですかそれ。なんかダサいものはなんかちょっと難しいんかな、皆さんやっぱりおしゃれやからダサいもん持ってへんみたいな。なんやろな。うん、でもこの中でイエワングランプリ、見事グランプリの方1名決定したいと思います。はい、大丈夫です、高橋選手はエントリーされてないので大丈夫です。あの構えんといてください。ドキドキしなくて大丈夫ですよ。じゃあですね、あの先ほどのアイマスク、あれがコメントでブラつけてるみたいっていうのが出たので、狩俣選手優勝にしましょう。おめでとうございます。おめでとう。第1回イワングランプリ優勝は狩俣選手ということで、狩俣選手には豪華プレゼントがございます。やった。お、狩俣選手には僕のギャグをプレゼントします。おめでとう。おめでとう。いいな。お母さん、僕いつになったら首座るんやろ。さあ、これを差し上げます。中村選手。はい。中村選手に譲られたようなので、それをつけたまま、じゃあ今のお願いします。あ、いいですね。じゃあ中村選手行きましょう。お母さん、いつになったら僕首座るの？おめでとうございます。というわけで、以上、イデワングランプリでした。セカンドクォーターは題して、配信トーク。 LINE のビデオ通話を使って配信をしているので、 LINE と言いますとフェイスエフェクトっていうのができますよね。さあ、それじゃあちょっと大使、あの、はい、みんなもね、この時間は普段見れないちょっと表情なんていうのをフェイスエフェクト使ってやっていきたいんだけど、はい、もう誰が誰かフェイスエフェクトかけると分かんないっていうね。そうですね、はい、そういうの派なんだ。ちょっと、なんかみんな自由すぎますね。普段なかなかね、はい、皆さんにもこういうゆるいレイキスの選手の表情と届けられることがないと思うので。いや、これゆるい表情なんですかね、これは。これちょっと、みんな方がわかんない。これはゆるい表情。アビナ、タクマじゃん。いや、誰がラマや。みんなタクマで行くか。誰がラマや。あ、タクマ、冷静になりましたね。通常に戻せって、はい、タクマ。いやいや、もうそのまま戻してるわ。戻してるチャンピオンシップ出場した後の、出場決定した後の、じゃあみんな顔を見つけてください。アビション。これやったーの顔なの、みんな、本当に。やったー。これやったーって言ってますよ、表情が。もうタクマ喜んだ時これでしょ。これやった。みんな、これじゃないな。いや、なんでみんな、なんでみんなそんなラマンなんですか。なんかやった感が伝わってくる人と全然伝わってこない人いるよね。アビ本当にサンタクロースでいこう。これがいいですかね。アビなんてショーンにしか見えないんだけど。確かにアビショーンに見える。ショーンがサンタクロースの帽子かぶった時。グッチー。はい。それチャンピオンシップ決まった時のヨッシャーの顔なの？はい、そうです。いやいや、誰が、ヨッシャー誰が俺や。髪型もなんかちょっと似てない。
確かに、たくまに見えてきた、本当に。いや、もう、これさ、変わってきてるよ。これ、たくま泣いてんじゃん、仙石さん。たくま泣いちゃってるよ。これ、たぶんアルパカ。みんながいじるからね。これ、全員。全員もうたくまになってるもん。はい、じゃあ、これ、わかっ。全員が背番号11に見えてきた。そうね、オール11になったね。はい、でもちょっとあの長アップ流してほしくないな、SNS とかにこの顔。スクショタイムでお願いします。やったあったあったあった。あれ、タクマ変わってる？大丈夫大丈夫、タクマフィルムなしで大丈夫。いやタクマいらんやろ。ちょっとでもなんかちょっとレオ、タクマフィルターつけんなって。レオと俺ちょっと似てね。あのコメントで本物は誰って来てます。やば、どれが本物かってください。みんないじってくるやん、みんなタクマ。えぐ。はい、あの一回滋賀での一番の思い出はっていう質問あるんで、みんなそのままタクマのままでちょっと一つずつあの聞かせてもらっていいですか。シンプルに天皇杯ね、めちゃめちゃ嬉しかったですし、なんだかんだチームの歴史に残った時だったんで、うん、全然内容入ってこないんだけど。変な顔して真面目なこと言うな。でちょっとレオが喋ってる間、みんな次助走のリクエストが来たんで、助走を探しながらレオお願いします。苦い思い出になっちゃうんですけど、苦いデビュー戦がなんか非常に思い出です。で15秒でファール2回ぐらいしちゃって、うん、ちょっとダメでしたね。だって結構ベンチからみんなでレオリラックスリラックスみたいな、ずっと言っとったもんだけど、はい、あれが一番。みんな結構なんか変な顔して真面目なバスケットのこと言うんやな。匠はワンシーズンでしたけど、滋賀の思い出教えてください。あの北海道アウェーの最後、ユウスケさんが3で決めた逆転した試合は一番思い出に残ってるというか、印象に残ってる試合で、まあ、やっぱ前半うまくいかなかったんですけど、みんなでこう我慢して後半頑張ったみたいになって。これ聞こえてます？聞こえてるよ、聞こえてる、聞こえてる、聞こえてるよ。ああ、みんな逃げました。いや、ちょっと聞こえないよ。聞こえない？聞こえてる、聞こえてる、大丈夫だよ。いや、聞こえてる、聞こえてるけど全然話入ってこやん、本当にみんなの。で、だからブレイクの前やから絶対勝って終わろうよみたいな感じだったんや。あ、そう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 。で、勝って、いい形で入ってきて、いざこっからっていう時に終わっちゃったから、うん、余計にね、うんうんうん、なんかちょっと、残念な気持ちは強くなってしまったんですけど。じゃあ、グッチお願いします。はい。みんなでやったバーベキューですかね。ワニの方でやった、全員でやった、バーベキューがめちゃくちゃ楽しかったです。やったあの時、シーズン始まる前の、うん、初めの頃やったからね。そうですね、はい。だからみんなで一緒になって、肉焼いてとか言って、楽しかったね、はい。あれは楽しかったです、ね。いや、なんか、変なエフェクトしてるけど、なんか寂しくなってきたな。そうね。久石さんちのタコスパーティーですね。はい。企画、これやりましょうって言ったら、たくまが、集合の30分遅れで来て、うん。ほんで、まあ、せっかくみんなで集まったから、じゃあ、なんか写真か動画で撮って、SNS でも上げたらよかったのに、もう、それ関係なしに、もうひたすら食べ始めて、うん、全部食べ終わった後に、うわ、道具忘れてたとか言って、うん。もう何しとんねんとか言って。ゴーッ！たくまってそういうやつっすよ、本当に。時間にちょっとルーズなのかな？はい、そうですね、たくまと紅葉は絶対一緒にしないでほしい。ダメだな、マジで一緒にしないでほしい。たくまと紅葉は結構似てるよ。似てるよな。北海道っていう大地がそうさせるのかな。まあ、あんだけ札幌県民のことをバカにしてたけど、今回移籍するってなって、お前名古屋県民だもんなって俺言われたもん。普段見れない皆さんのこういうフェイスエフェクトを使った表情がメインになっちゃって、はい、1回目の大使トークはね、話が全く入ってこなかったっていうね。いや、いや、そうなんですよね。次、まだ大使トーク2回目ありますので。
でもその大使トークっていう大したもんじゃないんで。あおおおおおすげえ。お大使トークでございました。選手の皆さんどうもありがとうございました。レッツオンライン感謝祭、ここからはですねハーフタイムとなります。ハーフタイムのこの時間はですね会場でもおなじみのレイクスチアリーダーズのメンバーの皆さんに登場いただいて進めていきます。レイクスチアリーダーズの皆さんこんにちは。こんにちは。レイクスチアリーダーズを代表してではキャプテンの奈々子からブースターの皆さんに一言メッセージいただけますか。はい、皆さんこんにちは。レイクスチアリーダーズの奈々子です。 2019-20 シーズンもご支援ご声援ありがとうございました。シーズンは途中で中断されてしまいましたが、それまで皆様と一緒に熱狂アリーナを作り上げれたことをとても嬉しく思っております。西賀レイクスターズは来シーズンその次とまだまだ続いていきます。引き続き西賀レイクスターズレイクスチアリーダーズのご支援ご声援をよろしくお願いいたします。この時間はですねレイクスより中村選手そしてですね前田選手にもブースター体操 YMCA 参加していただきます。やったお二人よろしくお願いします。二人はハーフタイム一体何が行われているのかっていうのはロッカーに入ってるから知らないもんね。はい、知らないです。今日はですねレイクスチアリーダーズと一緒にですねそのブースター体操に参加していただきたいと思います。参りましょう。ブースター体操 YMCA Give me a YMCA YMCA さあ、土屋と一緒に。あ、いいね。乗ってるね。さあ、先輩を行きましょう。はい、どうもありがとうございました。はい、じゃあちょっと一言聞いてみようかな。まずは公平から聞きましょうか。実際に、はい、まあ在宅ではありますけれどもブースター体操どうでした？まあそうですね、楽しかったです。いつもこれがハーフタイムに行われてるんですよ。はい、さあそしてレオもどうだった？はい、楽しかったですし難しかったです。難しかった。はい、ではいつもチアを統括しています川中ディレクター、実際に今の選手たちのパフォーマンス含めいかがでしたか？やっぱりお二人はバスケットボールしてる方がいいかなと思いました。ありがとうございました。そしてですねこの時間参加してくれました中村選手前田選手どうもありがとうございました。ありがとうございました。